コンポーネント。自転車におけるコンポーネントは、自転車を構成する複数の部品をひとまとまりで扱うための故障である。略して、コンポとも呼ばれる。日本のシマノが最初に用い、シマノ製コンポーネントが広く使われるに従い一般、故障として広まった。シマノでは自転車部品すべてを指して、コンポーネントと呼ぶことがあるが、一般には、フレーム、フォーク、ホイール、車輪、 タイヤ、サドル、ハンドルは含まれない。英語圏ではカンパニオーロが自社製品につけた英語故障、グループセットが、たとえシマノ製であっても、一般用語として用いられることが多く、グループやイタリア語のグラポも日本語でのコンポ相当で、英語圏で広く使われる。コンポーネントとは、シマノが1970年代前半から導入した自転車部品セット販売の故障である。当時、 クランク、変速機、多段ギア、ハブなど自転車を構成する部品は個別に専門メーカーが開発、製造、供給販売しており、完成車メーカーは部品メーカーの製品を選択し、組み付け製造していた。ギア、チェーン、変速機などの革新に従い、部品メーカーの部品を組み合わせる際に部品ご完成を検証する必要があった。しかも部品を発注するには、 複数メーカーへの発注を毎回繰り返すことになった。シマノが市場調査でここに注目し研究開発した成果がコンポーネントだった。部品メーカー一社による互換性問題が少ないセットものでの部品一括供給は完成車自転車メーカーに大いに好まれ、このためシマノが世界に冠たる企業として躍進した一方、自転車部品業界にとっては 革命的な事態となり、世界的な部品メーカーが幾社も淘汰される端緒となった。カンパニョーロは、グラポ、グルッポ、英語で、グラプセット、グループセットと名付けて、これに参入した。その後は、部品メーカーの河川化が進むと同時に自転車部品は、複数部品を組み合わせ形で供給されることが主流となった。1970年代当時のコンポーネントの一例。 現在はこれにペダルも含まれる。自社製品をなるべく多く完成車メーカーに買ってもらうための戦略がコンポーネントという売り方だった。シマノのコンポーネントという売り方が功を奏したため、各メーカーもこぞって自社製品をシリーズ化し、シマノと同じような売り方を始めた。最初のシマノのコンポーネントシリーズはデュラエースであるが、変速機は以前から売られていたクレーンであった。 その後はグループごとに開発が進み、グループごとに特徴があるコンポーネントへと進化していった。通常、コンポーネントは部品の組み合わせなどで複数の価格帯で用意され、それぞれの価格帯、グレードごとに個別の名称、ブランド名、通常は登録商標が付けられるのが一般的である。同一フレーム仕様の完成者であっても、 価格帯の異なるコンポーネントでの複数組み合わせを用意することで価格差をつけて複数の完成車両とすることができこれを異なる名称で販売することができる自転車メーカーが経費をかけずに車両バリエーションを増やせる方法の一つである自転車部品を後半に作りしかも一定の品質で大量に供給することができるメーカーは非常に少ない現存している コンポーネントメーカーは島のカンパニョーロ、SRM だけである。以前は日本の前田工業、サンツアー、イタリアのジピエンメ、レジナ、フランスのマビック、スイスのエドコ、スペインのゼウスなどからもセット販売があった。イタリアのミケなどのように他社カンパニョーロのパーツと組み合わせてコンポーネントを構成するメーカーも存在する。MTB 用パーツメーカーとして 有名な SRAM が2007年から独自コンポーネントの販売を開始した。ダイヤコンペ、ヨシカイ機械金属は、これの OEM 供給を受け、ロードバイク用変速機を販売した。自転車構成部品メーカーは、コンポーネントメーカー以外に、蒸気のダイヤコンペや杉のテクノなど、単体の部品、パーツメーカーが未だ多数存在している。 これらの部品メーカーは普及品での完成者への部品供給よりも高級あるいは専門の日地領域を対象としていることも多い。これらのパーツをロードバイクに組み込むことも可能である。自転車競技のトップ選手の中にもスポンサー企業から無償供給されたコンポーネントではなく、自費購入の楕円形のギア板などを使用することがある。日本のメーカーである。 1980年代から頭角を表し、マウンテンバイクの急速な進歩によって、現在では世界的なメーカーとなった。マウンテンバイクの部品ではほぼ独占に近い存在で、1990年代からはロードバイクの部品で、ほぼ独占状態だったカンパニオーロと競合するようになり、現在では少なくとも日本国内での売上において、カンパニオーロを完全に追い越している。特に、 STI の開発により、カンパニョーロより一歩抜きんでた存在となった。現在は、カンパニョーロ追従。高品質、低価格であることから、発売されている完成車の多くは、シマノのパーツを一部だけでも採用していることが多い。最上位機種のデュラエースは、ロードレースからトライアスロンまで、幅広く利用できる。イタリアの老舗メーカー。日本語ユーザーでは略して、カンパ。 英語でも略して、カンピ、キャンピーと表されることが多い。車輪の脱着を容易にするクイックリリースを発明した会社。戦後から変速機でリードを取り、現在でもコンポーネントを製造している。1980年代に低迷していた時期もあったが、いまだに自転車競技では絶対に欠かすことのできない存在で、ツールドフランスなどの世界各国のレースで使用されている。 特に最高級コンポーネント、レコードは長年のレースでの実績を背景としたブランドにおいて突出した存在である。現在の傾向としては、チタンやカーボンなど多くの新素材を積極的に採用するとによって変速性能面で優位に立つ島のに重量で対抗している。カンパニョーロはマウンテンバイクの部品も一時期製作していたが、現在ではロードバイクの部品のみである。 2017年のコンポーネントのブランドは以下の通りである。アメリカのメーカーである。主にマウンテンバイク用のコンポーネントを展開していたが2007年からロードバイク向けの製品も展開するようになった。マウンテンバイク用製品ではグリップを回すことで変速するグリップシフトが有名であり、8速以上のグリップシフトは SRAM しか製造していないため愛好者が多い。 ジャイアントなどの完成者に用いられるようになってきているため、マウンテンバイク市場ではある程度のシェアを確保している。ロードバイク市場では先行する島のカンパニョーロの人気が高いためにシェアは小さい。しかし一部のマスプロメーカーの完成者に採用されていることからわずかながらシェアを確保しつつある。プロチームに供給するなどしてブランド力強化に取り組んでおり、マウンテンバイク競技では 今まで独断場だったシマノのシェアに食い入っている。最近ではスラムが始めた企画をシマノが追従するといった現象も見られ始めている。前田工業のブランドサンツアーは90年代の初めまでシマノと並ぶ一大ブランドであった。現在シマノやカンパニオーロの後変速機に使われている斜めに移動する構造スラントパンタはサンツアーの特許であった。しかし、 MTB の爆発的普及による部品需要の急増に対応できなかったことにより、シェアを奪われ、現在では生産されていない。ブランド名は後に報道した、栄林業後と台湾のメーカーに SR3A として引き継がれたが、日本では非常にマイナーである。サンツアー製品は真面目かつ独創的なものづくりの姿勢や、 性能面でもシマノに勝るとも劣らない面を持っていたことから現在でも一部の愛好家に支持されており特に最上位機種であったシュパーブプロは根強い人気がある特筆すべきは使用されている素材の質が極めて良好であったことで同時代のシマノ製品と比較して格段に良質な素材仕上げを実現していた塗装仕上げされていたデュラエースに対し 無塗装で磨き上げられ金属の輝きで見せるシュパーブ、プロは自転車パーツとして一つの頂点を極めていた。しかしその過剰なまでの理想主義が経営へと結びつかなかった。1990年代半ば会社倒産に再資生理品が投げ売りのような形で電化販売されたが現在ではネットオークションで高値で取引されている。 かつては多くのメーカーが製造していたコンポーネントであるが、現在は3社のみが製造しており、事実上シマノとカンパニオーロの2社で市場を接見している。ここまでメーカーが減少した理由は、シマノとサンツアーによるシェア争いによるところが大きい。1980年代の初めまでは、全2段、後ろ5段といったところが変速機の主流で台座に取り付けられた。 フリクションタイプ、無段階のシフトレバーで操作するというものであった。この時は日本での高級品のシェアは3ツアーが優位であったか。そこに、シマノが1982年 SIS、シマノインデックスシステム段階式の変速機を投入、経験の有無を問わず容易な操作性が評価され、徐々に支持を集めるようになった。さらにシマノは多段化。 84年には後ろ6段になどを成功させ、シェアを伸ばしていった。1989年に STI コンセプトを打ち出し、その製品群の中で革新的なアイテムとなった1991年のデュアルコントロールレバー投入により、ハンドルの握り位置を変えないまま同時に変速とブレーキングが可能になり、操作性が大幅に向上。 従来品に対して重量面でのデメリットがあったものの結果的にはプロレーサーからも圧倒的な支持を得ることになった。カンパニョーロは後年デュアルコントロールレバーと同等の機能を持ったエルゴパワーを投入しシェアを維持した。これに対してサンツアーはコンポーネントアルファシリーズやオルニーデックスシステム赤シフトを投入ノーマルブレーキレバーの横にウィングナットのような 形状のシフトレバーを取り付けて元変速を可能にするコマンドシフトを発表したもののそこまで次第にシェアを落としついには生産を停止した。しかし MTB 用のコンポーネントを供給してきた SRAM 社が2006年末からロード用コンポーネントの市販を開始したほか2007年のプロチームへの供給を発表した後発の利点を生かした機構。 デザインを盛り込んでおり、完成度は高いが、2007年の段階では、生産コストの都合からか、2大メーカーに比べて高価であり、大きく、市場に食い込むまでには至っていない。マビックも以前にロードバイク用コンポーネントを販売していたが、市場に食い込めず、現在では変速機の製造からは撤退している。ブレーキアームとスプロケットは生産している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。